ですか。選挙に出るんでしょ。それは大事な話でしょ。何を話すんですか。もう何でもいいですよ。訴えられたことがあるんでしょ。あ、こっちでもいいよ。どっちでもいいですよ。早く。あっちでもいいよ。あっちでもいいよ。時間がないんですよ。時間が。何話そう。ネタを考えてる。タイムスケジュール押してる。だいぶ怒る方が約1名。まあね。いつものように。今日聞いた話だと、どうやら自民党さんは。なんと、自己破産というものを日本から撤退させよう、やらめさせようとしてるらしいんです。どうしてですか。やめさせてアメリカのように、若者を、自衛隊などに入れさせようという考えがあるらしいんですね。まだ国会とかには出してないんですけど、アメリカは結構そういう人がいるじゃないですか。もうちょっと滑舌よくお願いします。ね、まあ、まあ、アメリカと同じように日本も やらせようっていうか、やろうとして、やらざるを得ない状況に持ち込もうと。そう。ね、で、ね、ちょっと前まで、あれだったじゃないですか。ついこの間まで、1日か2日ぐらい前に、安倍ちゃんもゴルフ行ってたじゃないですか。ゴルフ行って1時間か2時間ぐらいプレーして、その後帰ってきてちょっと指示出してすぐにいなくなるという ね、今も見つかってない人いますよね。だから今沖縄の辺野古問題もあるけど、やっぱでも今福島もありますけど、でも今災害で一番困ってるのは広島じゃないですか。広島にも、兵庫県の丹波も、丹波も、まあ全部やれ、一度にやれとは言いませんけど、ちゃんとやるべきことはやってくださいねっていうのは一つある。だからといって、ついこの間まで集団的自衛権ということを勝手に閣議決定されちゃったじゃないですか。その流れで自民党がじゃあアメリカと同じスタイルでやるのはちょっとおかしいと思うんですね。なんで若者をじゃあわざわざ自衛隊に入れさせて、ね、戦争に行かせる、そんなことをやっても結果的には何も良くならないですよね、というお話を今日、まあ、福島さんの勉強会でちょっと聞いていきました。だからこれからは多分もうちょっとしたら自民党の人が多分そういうことを国会に提出すると思うんですね。そういうことをやめさせたいなと思ってます。以上です。それだけですか。それだけしか訴えることないですか。今、以上です。以上です。オッケー。じゃあターミネートの時は厚地のマイクかな。